さあ始まりました、プリトチャンネル。ハロー、サスケです。アホインだ、ショウちゃん。こちらにお寿司を用意しました。お寿司、はい、全部で10貫、新幹線で運んでくる、はいはい、なんと回転寿司みたいなんでしょう。こういう感じでね、思ったより安全運転ですね。そうですよ。というわけでですね、今日やる企画は全国の回転寿司にないメニューを当てろーゲーム。おー、こちらですね、回転寿司に実際にあるメニューを私がですね手作りで作りました。おー、なるほど。ただこの中に2つだけ私が考えたオリジナルメニューが入ってます。ちょっとマジ？ルールはないと思うものを選んで食べてください。2つ当たるまで食べるんですけど、はい、1回失敗するごとにビリビリ。実際にあるものを選んじゃったら、はい、もう罰ゲームでビリビリ。これ正解したら抜けるとかじゃない？じゃないです。こんな可愛い感じの、いや本当よ、過酷じゃないですか。ね、ディズニーが泣いてるよ。アボカド天ぷら、カニクリームコロッケ握り、若鶏のグリルステーキ、生湯葉、唐揚げ軍艦、海鮮かき揚げタワー、たらこカレー、シューマイ軍艦、ごま塩にぎり。全部なさそうなんですよね。見たことないよ、はい、先攻後攻どっちかいきますか。これ先攻有利ってわけではないか、どっちに外れたらビリビリ。そうよね、まあ、僕は大体目星は、あ、ついてる、つけたいです今。つけたいんかい、つけたいんかい。じゃあ俺からいくよ。俺からいきましょう。あ、じゃあもう選んでいいですか。はい、これアボカド天ぷら。何ですか。え、なんかアボカドをもともと揚げてるの見たことなくない、天ぷらにしてんの。で、サスケが作ったっていうから、サーモンアボカドとかエビアボカドとか使いがちなのよ、アボカドって。だからあるんじゃないかなっていう見せかけで、実はないですっていう。なるほどね、はい。それではアボカド天ぷら握り一丁、はい、これ運びますんで。はい、これ俺取ればいいんですか。そうです。あ、すいません。はいはい、いただきます。アボカド天ぷら握りはメニューにあります。あるの？あるの？あります。銚子丸さんという回転寿司に存在します。あるんかーい、はい、マジかよ。じゃあビリビリライター、うーわ、あ、どうぞどうぞ。うっ、あああるんです。いや確かにうまかった。うまいでしょ、それはあるんですよ。続いてしょうちゃん。はい、一発でも当てていいですか。もう本当にないメニューね。ないメニューですよね。パート見て、うん、全部なさそうだなっていうのあるんですけど、うん、唯一ありそうだなと思ったのが唐揚げなんですよ。はい、あのくら寿司ってハンバーグが乗ってたりとかするじゃないですか。だけど本当に再現してるなら、上にちょっとねマヨネーズとか乗っててもいいんじゃないかなって。あー、ちょっと一工夫があるかもしれない、ね、なるほどね。だから僕唐揚げがないなと思います。わかりました。はい、ね、これ一時戻します。やらなくていいよ。では唐揚げ軍艦握りました。はい、取ってください。取ります。はい、いただきます。おいしい。うまいってことはってことですよね。確かにね、この時点でやばいのかもしれない。唐揚げ軍艦メニューにあります。うあるんです、これは浜寿司さんにあります。うわー、惜しい。まあでも唐揚げはちょっとありそうな感じ。嬉しいです。ちょっと待ってください。うわー、もうやりたくない。ちゃんとやってね。ちょっと怖い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 。あー、まだやってない。なんや、なんだそれ。なんだそれ。じゃあやれ。地獄、もう手汗びっちょり。もうちゃんとやってください。やめて、やめて、やめて。まだや。じゃあ次は青キング。この中に2つだけ偽物があるんだよね。そうです。こんなのある？わかんない、それは。2番にします。2番にします。はい、では生湯葉一丁できました。これはないよ。醤油つけたらこれうまいわ。あ、終わった。どうですかね。生湯葉はメニューにあります。あー、もうやだ。これも銚子丸さん。銚子丸やるな。そうです。じゃあ次行きましょうか。ちげえよ、見てみるよ。どっちかがちゃんと2個当てちゃえば終わるんですから。しょうちゃんもう当てよう、このゲームが。いやもう当てます、当てます、マジで。はい、続きしょうちゃん。そうですね、僕ちょっとカレー怪しいなって思ってはいるんですよ、うんうん、はい、でも銚子丸さんならやる確率あるんですよ。銚子丸さんはやるやる確率あるんですよ。うん、うん、なるほど。でも僕シューマイかなって。うん、それなんでですか。 お寿司屋さんってイメージないかなって。それ言ったら何でもそうよ。言われてみれば。まあでも僕シューマイ怪しいなと思ってます。はい、なるほどね。シューマイいきます。どうぞ。いただきます。お、食えた食えた。美味しいでしょ。うん、美味しいってことは
終わった。それではシュウマイ軍艦はメニューにありません。うわうわすごい翔ちゃん。うまかった。でもめちゃめちゃ美味しかった。失敗したな。やっぱシュウマイないんだ。ありそうだけど、唐揚げと似てるから引っかかるかと思ったんだけど、それは逆になっちゃった。逆にね。次俺セーフだったらもう終わり。これは全て終わり。いや続いて青キング。いや俺ね一個これタラコだっけ。そうです。皮なしのパターンある。つぶつぶ出す手間。皮からこう絞り出してるわけでしょこれ。じゃあこれいきます。はい、ではタラコどうぞ。ポチ。めっちゃうまい。でもこれは大丈夫。絶対大丈夫。たらこメニューにあります。うわあったのかい。まあ、はま寿司さんですね。中身だけ出す軍艦じゃないパターンって結構でもありますよね。ありますね。そのウニとかもそうだけど ね、 そうですね。スマホにしよう。なになに。スマホビリビリ。うわーそしたら来るんだよね。そしたらあれ、あーよいしょ。びっくりした。結構グッといくパターン。いや、ちなみにどれ怪しいと思ってる。僕カレーで怪しいと思ってます。やるならくら寿司さんがやるイメージがあるんですよ、このカレーとか。はい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 。でもそれやってないってことは何かしらの原因があってやってないんじゃないかと思うんですよ。回せないとか思って。読むね。確かにこのちょっと水分が含んだものが上に乗ってるっていうのって、うん、結構リスクだよね。カレー一丁。ちっ、おいしいです。でもこれ何と思います。え、食べてもそう思う。なんで時間が経つとルーが切れちゃうって言ってるんですよ。ああねー、確かに回ってもないんじゃないかと。確かに考えなかったわ。よしよし、もうこれいったわ。大丈夫。それではカレーはメニューにあります。うわーい、おいおい。嘘でしょ。金沢プレミアム海王さんというお寿司屋さん。やばい、めちゃくちゃなんかカレーないとか言っちゃった。すいませんでした。もう4つです。この中に1個だけ。はい、その前にビリビリやりたくない。 え、 え、ちょっと待って。結構奥にいるから。ギューッ。あもうビリビリだけが一番やらん。奥にいるからね。えっ、あーっ。さっきより痛い。この中で3つ、はい、アゴキングさん本物でしょ。3つが本物、1つが偽物。これは絶対本物だと思うのよ。ありそうだよこれ。普通のさ、焼いた肉あるじゃん、牛とか豚とか。チキンの焼いたのってなくない？これでもシーソーで言ったらこっちも結構シーソーですよ。いや、これはめっちゃ怪しいけど、こんな怪しすぎるものを、はい、サスケが作るわけないのよ。なるほど、ね、こう見たら絶対これ作ったじゃんってなるじゃん。裏です。裏の裏です、まあまあ、裏の裏の裏の可能性もありますからね。それはでもこれチキン、チキンいきます。若鶏のグリルチキンステーキどうぞ。ちょっと合わない気がする、ご飯とね、うん、若鶏のグリルステーキはメニューにあります。ある。もうやばくそ回ってくる。ご飯に合う合わないはちょっとこっちで再現して作ってるんで。なるほどね、まあ、申し訳ないですね。お店とは違うんであれなんですけど、お店の美味しいですよ、もちろん。あるんだ。これはですね、あのスシローさん。あるんですね。はい、よーし。あーっ、あーっ、びっくりした。びっくりした。もうこれでじゃあもう僕終わってます。終わるじゃん。終わるだよ。これ怪しいなって。いやめちゃめちゃ怪しいよ。これってどういうことですか。手巻きってことですか。だから塩むすびみたいなんじゃん、巻いて食べる。じゃあヒント出しましょうか。おお。残り2つのメニューがどこのお店かっていうだけヒント。はいはいはい。元気寿司さんと築地銀一家。僕元気寿司割と行くんですよ。あら、見たことない。僕これだと思うんですよね。サスケさんがこれは怪しくないのみたいなちょっと言ったじゃないですか。それが怪しいなと思って、これは怪しくないのって言うことによってこれを遠ざけるみたいな。アウトだからこそあえて触れたっていう。ごま塩むすびできました。大丈夫大丈夫。一番後ろ大丈夫。なんか変なになってるよ。いただきます。はい、美味しいですけど酢飯に塩いくかなっていう。確かに確かに。ごま塩むすびメニューにありませんありませんってことは OK だろ。OK。 その通り、遠ざけようと思って俺は言った。よかった。さすが俺の芸風を真似してるだけあって。真似してません、真似してません。これはじゃああるんだ。このかき揚げの方が築地一家さん、はいはい、こちらが元気寿司さんですね。カニクルミコップ。それではこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価お願いします。それではまたね。ビリビリ24時間、廃棄をごきごっと。
彼すごい